はい、どうもタンタン札幌店です。今日はコルドバですね。こちら札幌店では初ですね、オール短板シリーズ。こちらはマホガニーの短板、テナーサイズですね。 30T の CE ピックアップ付きのモデル入荷してまいりました。オールマホガニー短板ですね。まずね、はい、オールマホガニー短板で、テナーサイズ12フレットジョイントのテナーで、カッタウェイ付き。そしてピックアップ、これはね、LR バックスの 5O が最初から付いてます、はい、なので価格的にもね、後から付けることを考えると非常にお得なモデルかなと思います。こういった感じですね。で、このシリーズ、オール短板シリーズですね、30と35に、共通してこのヘッドデザインですね。ギター、コルドバのギターで使われてたりするこのヘッドデザインがこの短板シリーズのみ採用されております、はい、音はね、まあ、最初からロジー、巻き弦のこれロジー弦が張ってあるんですけど、低域の、ね、力強さ、サステンも長いですし、やっぱりこの全体のスタイルですね、まあ、オール短板ということだったり12フレットジョイントということだったりとか、音の深みがすごくあるのかなと、そんな印象。そしてさらに生音とこういった感じですごくなるんですけども、マイクを通してもこの LR バックス非常に使いやすいですよね。明るく出るんですけども、そんなにこう LR バックスのピックアップはピエゾ、このブリッジサドルの下にセンサー敷いてあるんですけれども、そんなにこうカリカリすることもなくて、比較的ナチュラルで使いやすいピックアップかなと思います。で、ここにボリュームコントロールついてますんです。まあ、それも使いやすいですし、電池はこの、これサイド側かな、うん、ボディサイド側、ここの裏あたりに電池、ボタン電池ですね、つけておりますので、そのあたりも使いやすいのかなと思います。手軽にこういったアンプで、今もね、直接アンプにつないで音を出してますけれども、本当に手軽に使えるシステムなんじゃないかなと思います。すごく使いやすいと思いますの で、 でさっきね、こう弾いてた通り生音もね、しっかりとなるので、まあ、マイク通さなくてもね、家でこう非常に楽しめる、そんな一本じゃないかなと思います。はい、ということで、こちらコルドバの、オール短板マホガニーモデルですね。 30T の CE テナーサイズのカッタウェイピックアップ付きモデルでございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。